2004年、ニューヨーク。ブロードウェイを擁するこの演劇の街で平成中村座公演が行われました。演目は夏祭り浪花鏡です。芝居は江戸時代から現代のニューヨークにタイムスリップするというシーンで終わります。絶賛じゃん。何百年も言い続けている日本の一座の芝居が夏のアクション映画の対抗馬になろうなどとは誰が想像したの。中村さんのスパイダーマン2に ないスリルを与えてくれる。もうね、僕本当にいつもね、劇を気にしないんですけどね、ニューヨークタイムズは気にしたね。